前回の撮影の終わりに村人とすぐ交換できるように撮影外でちょっと物を集めておきますと約束しました皆さんに。その成果がこのボックスでござります。ちょっと見てくださいこのボックス。おい、あーなんじゃこりゃー、すごいっしょ、すげー、うわー、これ最近ずっとプレステ3ついてマイクラフトになってたでしょフレンド欄から見るとなってたやってましたこれ、ついさっきね集まったここまで消し忘れかと思った。いや、やってましたすごい。タルシ、はい、タルシちょっとこっち来て気付けっぱなしだ、そんちゃんから怒られちゃった。これ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 開けて、これうわ、なんこれすごいでしょ、小麦すげえな、これこれがガチマインクラフターですよ、もうあれ小麦小麦小麦なんで走り回ってんの種は小麦植えればいい。種はあのスイッチのところにあるチェストにいっぱい入ってる。これマジでね、一瞬そのサバイバルモードじゃなくてクリエイティブに切り替えて集めちゃおうかと思ったんだよ、魔が差して。うん、うわ、まず種もいっぱいな。そう、マジでクリエイティブにしちゃおうかと思ったんだけどクリエイティブにしちゃうとね、もうなんかトロフィーが手に入らないらしいの。うん、あ、そうだそうだ、そうだから、ちょっとやっぱりエンダードラゴン倒すトロフィーは欲しいから頑張って一人でちょこちょこ集めて。うわだ、そんな大変じゃなかったけどね、こうつけっぱなしにして植えて動画編集してちょっとしたら見てまた植えて編集してみたいな感じだ。なので一応これトロフィー手に入るんじゃないかな。手に入るよね、入るんじゃないですか。クリエイティブにしたら本当にトロフィー手に入らないっていう見解でいいよね。うん、これマジでクリエイティブでも別にトロフィー入る、手に入るよとかだったらもうクリエイティブにすればよかった。さすがにそれはないんじゃないですか。本当にトロ早い。あら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 、やるね上の場所なの。早いわタロさん、あ、みんな早い。頑張ったわ結構。おお、タカさんナイス。うわく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 わ、よーしくっ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 、新しいバージョン、新しいバージョン、新しいバージョン来た大喜びだな、サルさん。なんか里拾った、俺の里がギャランティーだから、チャミンのダンスに対するマジか、あざっすあざっす、安いな、砂糖で踊ってくれんのか、安い安いな、安い人だと思われちゃうっしょお高く止まってないとん、お高く止まってないと、せやな、いけるいける乗れない、はい、よし手持ちが小麦と石炭でいっぱいになった。これ誰か残りもらってもらえますよし、行くぞ。これ確かね、一気に交換しないとなくなっちゃうんだね、確か取引が。へぇ、その小麦、あれ何回かやったら消えるんじゃなかったっけ。だよね、だから一気にやっちゃった方がいいんだよね。一気じゃなかった、そうなの。その20小麦、例えば20でクリスタル、メダルとかエメダルド1個交換の人がいたら、うん、もう一気にバッと入れて一気にバッとエメラルドもらっちゃうみたいなのが、何回かやったら消えちゃうよね。うん、だから、お、あ、みんなでやるってこと。多分ね、何人かいると思うんだ、あんだけ村人がいれば。うん、あ、みんな早いな、タロさんについてっていくか。うわ、なるほどね。あ、やばい、そこ行く前に死ぬかもしれない。なんで。俺も腹減りが、腹減りで死ぬ。 ある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 、芋あるある、ありがとう、あるよし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 。このキャロット危ない、あっぶな、あっぶな今キャロットありがとう。ここで小麦粉を20ぐらいのと交換してくれるやつを探す。20ぐらい、スポット入る、ここから
どこから話すか、ああ、そういうことか。そういう。あった、18で交換してくれるわ。何色だ、違う、これレッドストーンの小さい。ほい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 、丸連だ。あ、ほんと、あ、待って、一気にやってもなくなっちゃうってそういう意味か。どういうこと、何、何、何、いや、一回で全部やれば交換しきれるのかと思った。この人エメラルドのだ。そういうこと。え、これ服の色で決まってんですか。そうみたい。え、じゃあ何色の人狙いは。紫の人かな、ね、農民はね、茶色じゃない。あ、農民。あ、でも石炭の取引終わったかもしんない。あれ、え、何これ、何、なんか樽が降ってきた。お、樽入ったな。なんでそこ穴あったの。あ、それ新しくできた友の穴。友の穴。新しく、そう、できたんですよ、ここ。うわ、めっちゃえぐれてんな。どうやって帰るんだ、ここは。ここはもう帰る術がないです、だね。カード。だんだんね、ここにいると口癖が、はーんってなって。だんだん頭が伸びてきて、髪の毛が抜けていきます。それはまさか。そして鼻が長くなっていく。わし鼻に。なんか巻いてるけど。タルを見て村人がぴょんぴょん、首が。本当だ。何だろう、何かの教祖かな。教祖様、教祖様みたいな。めっちゃめっちゃタルのこと見てるよ。あがめよ、あがめよ、あがめよ。お、鉄、ここに差し上げる。鉄は多分ね、あ、エンダーマン。お、翔さん大丈夫か、それし働きマン。これはもうやるしかない。やるしかないのは分かるが、無理せず。いけるか、翔さん。どこ行った？後ろゾンビ、翔さん後ろゾンビ。おお。見てる見てる、エンダーマン現れるの見てる。いないな。鉄がそこにあるね。逃げたぞ。あ、ピッケルなくなっちゃった。おい。あ、そこで挟まってる。採掘する採掘する。よろしゃす。いやー、これやっぱり結局みんなの。あ、出た。ナイスー。1個ゲットで、それで確定だから、今確か拠点に6個。もう足りましたか。いや、もう一応1個か2個エメラルド要因が。エメラルド要因、鉄がね、鉄が今8だからエメラルド1個確定。え、ちょ、タル持ってんの。タルが今拾っただけ。ナイス。あ、それチャミンが拾ってる。もう最低。最低。この石炭を取ってほしい。あ、いいよ。どれだ。あ、じゃあタル、タルお願い。ピッケルくらいは持ってるでしょ。あ、これでエメラルド1個ゲットできるかな。あ、鉄。鉄ある。鉄ここに1個あるよ。本12個手に入れたから。よし、じゃあこれでもう、これでもう帰りで OK。あ、ゾンビ。ゾンビ。いや、でも翔さんのエンダーパール一気に見つけたの大きかった。よし、多分足りると思う。帰りましょう。うん、鉄ここにもあるよ。マジ。これ。オッケー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 。あ、ごめん。よー。チャミニを採掘してしまった。エメラルド1個ゲット。ナイスー。お、タルすごい。お、いいね、タルシー、それ。めっちゃ村人を解放してしまった。いいよ、もう。はい、皆さん撤退です。多分こっち、あ、タカさんが出迎えてくれた。優しいところあんじゃん。ようこそ。ようこそ。誰の意味が分からない。意味が分からない、ま。確かに意味が分からなかったけど、でもまあなんか安心した味方を見つけて。で、これなんかもう揃ったよっていう時に限ってエンダーマンがなんか祭りになって、そう、うわーっと来て。やばい。そんな渡し方ってある。ありがとう。次はサトウキビ取って牛の皮集めて本作って。ありがとう。俺も頑張ったんすよって感じ。頑張ったんすよ。ありがとう。めっちゃ見せて。頑張ったんすよ。最後の水です。この小麦のとこ入れときますよ。はい。節約。よし、これでだいぶ足りるだろう。いいよ、タカさん、タカさん行け。つないけ。よし。あれ、あれ、あ、じゃあ、じゃあ攻撃するね。
はい、タカさんお願い、お願い、釣りに来た、お願い。あ、くそ、ほらお願い、オッケー、オッケー。あ、でもタルさんもう一匹いる。俺消えた、マジでやってやるよ。どこだ、後ろ、こっちか、後ろ。オッケー、オッケー、オッケー、あそこだ。行こう、行こう、行こう、行こう。じゃあ拾ってくるよ。あれか、あれ、めっちゃ遠くに。来い、来い、こっち来い。え、バカなのこいつ。やばい、早い早い早い。タカさんお願い。今オッケー、出た、出た、出た、出ちゃったらクリス交換する意味がもう、もう一匹います。またいいの、ほら揃った時に限っていっぱい出てくんだよ。どこにいる、ほんとだ。なんだそれ、ナイスナイス。エンダーパール出そうだな。あ、よかった、よかった、出なかった、嬉しい。よかったって。もっと僕もね、だってもういないんだもん。うわ、村人解放したらもういなくなっちゃったよ。自由の身だ。うわ、なすごい気持ち悪いことになってる、地下が自由だ。うわー、うわー、家判定だからね、地下これ。あー、すごいな。で、じゃあ交換しちゃうね、鉄道。これか、いた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 。エメラルド交換完了で最後に、うわうわうわ。どこだ、今度エンジ色の服でエンダーアイと交換してくれる人。どこだ、中に。あ、9個、あれ、どっか行った。どこだ、全然わからん、なぜ解放したのか。いや、もう様子だからと思った。つい。そこら辺にいる人ね。オッケー、ドミちゃん。この人？オッケー。わかんねえ。わかんねえ。あ、いた、ドミちゃんいた、ドミちゃんいた。オッケー、オッケー、オッケー。はい、交換しました。これが最後の交換でした、ちょうど。よくこの中から一人を探したよね。ちょっと、アイクさん殺してくんない？僕をすごい数の小麦撒き散らしてみせよう。やれ、うわぁ。怖え、めっちゃ飛び散った。ちょっとブレイズパウダーを持っていくわ。めっちゃ小麦ある。誰も拾わないっつって。拾わないから。奥さん入れても入れても拾われてるの。そんだけ小麦集めたらさ、村人が取引してくんないと思わなかったよ。鉄の健康感謝もかな、同じくらいの。いや、このエンダーパールいらないっすか。エンダーパールいりますよ。エンダーパールと地獄で手に入れたブレイズロッドってあるじゃん、火吹いてくるあいつ、うん、あれを合わせてエンダーアイってやると、ほら、タルとタカさんが投げてたあのアイテムがふよふよ浮いてたやつ、はい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 、それをエンドポータルにはめ込めばゲートができると。さあ、じゃあ行きますか、エンドポータルに。ポータル、やっと話が進みました。あの、ちょっと長かったですね。めっちゃドアの音うるせえな。ほんとだ。すっごいガッチャガチャやってる。あれ、エンダーパール1個だけだっけ。エンダーパールは、はい、あ、じゃあください。で、これ投げてみたい。うん、投げていいよ、まるで。ありがとう。まさかここで使ってワープしたら笑ってた。タカさん。どうやってつくんだ、エンダーパール。これか、はい、エンダーパール9個。よし、じゃあ行きますか。早い、恐ろしく早い移動。ジャンプするも早くなるのか。いや、ただやりたいだけ。そうと、ここだわ。あー、そう、うわ、なぜそんな痛々しい折り方を。よしよしよし、見えないです。くるくる回って目が回るな、ここは。
うわ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 、超職人芸だ。あーそうだ、こっちだ。うわすげえわかりやすい、ここまで来るとすごいなこれ。夜の間しか寝ることはできるまでん、なんて夜の間しか寝ることはできません。じゃあいよいよそのなんか何なんそのピョンピョン飛ばなきゃいけないみたいなその角の取り合い、これは強いられているんだ、飛ばなきゃ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますのでよろしくお願いします。赤髪の友が料理や釣りにチャレンジするチャンネルも作りました。こちらもぜひ登録してください。またのご視聴をお待ちしております。バイバイ。